と言いますね。遠かったでしょう。改めまして皆さん、和久井キシビジョン、イキリようこそ。遠路はるばる来た方も、息の方もありがとうございます。来ていただいて、これから、ワックの、毎年行っております、総決算となりますライブを行っていくわけなんですけれども、最後に合格者発表もありますので、皆さん楽しみにしててください。改めてですが、写真撮影のみ OK となっております。本日はギャングパレードも、動画の録画は禁止となってますので注意してください。そしてですね、自分の席を守って、楽しんでいただければと思います。というわけですね、ワック、エンパイア、ビス、ギャングパレード、ビッシュ、ライブ楽しんでください。それともう一つお知らせがあります。脱退を発表しておりましたアイエイトプリンスと、とりあえず花ですが、ちょっとまだ諸事情は話せないんですが、本日は出演させていただきますので、よろしくお願いします。それでは楽しんでください。よろしくお願いします。この場に立っています。精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。Bye.
今回の参加者の中でも全然目立つことはできなくて、唯一カメラに長く映れたのはマラソンでメロンパン食べてるところとか炭酸飲んでるところとかです。でもそんな自分にすごい焦っていた時、渡辺さんは私のことを見ているよと言ってくださいました。私はこの合宿のオーディションで後悔することが一番嫌だったので、その言葉を信じて自分なりに全力で精一杯頑張りました。そのおかげでいつ落ちるかわからない状況の中、こうしてここまで残ることができました。先輩方の姿や
候補者の方々の姿を見ていろいろ学ばせてもらいました。ここで身につけたスキルをまだまだレベルアップしていけるようにこれからも頑張ります。そしてこの合宿を通して一人でも多くの方がナルハワールドをワッグをしてくれたらとても嬉しいです。この8人でワッグを盛り上げていきます。これからもよろしくお願いします。
たち、せーの、ワクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
You go to keep them
エキシビジョンにお越しの皆さん、はじめまして、私たちエンパイアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、皆さん枠王でお疲れ様でした。お疲れ様です。そして応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。私はこの合宿で人から手助けをしてもらえる努力の仕方っていうのをすごく知りました。それまでの私は努力の方向が自分ばかりに向かっていて、すごく空回りしていたなって思います。合宿中、メンバーのみんなは泊まり込みでニコ生をずっと見てくれていて、なんか何かあるごとにすごい良かったよとか、頑張ったねとか、お疲れ様っていう言葉をたくさんかけてくれました。合宿前には私が合宿中辛くならないようにたくさんいろんなものを持たせてくれました。みんなはもしかしたら私にうまいことが言えないなとか、どういうふうに接したらいいのかなって思っていたかもしれないけど、そんなみんなの思いが私にはすごい強く届いて、だからこそ私もそういう自分を変えたいなって強く思いました。合宿中なので候補生を第一に考えて行動するっていう目標を持ってこの合宿に臨みました。実際なんか模範的な何かができたかって言われたらちょっとわからないんですけど、でも意識を変えて行動に移すっていうことが大事だなって思います。これは候補生にもちょっと通ずるものがあると思ってて、何かしら思って合宿を受けに来て、行きまで来て、この合宿に受かったにしろ受からなかったにしろ、そういう行動を起こした時点で多分きっとあなたの人生は少し変わったんじゃないかなってすごく思います。この合宿でエンパイアっていうグループが少しでも多くの人に届いていたら本当に嬉しいです。皆さんの応援が本当に力になりました。ありがとうございました。次の曲はそんな皆さんやメンバーに向けて歌います。ピアス。
You're
知らなくてすぐ自分が悪く想定外だったよ。気が抜けそう青雲を切って光でか雨のミサイルそんなもんなんだよ。でもハッピーなんてここにないのさ。あの時から止まってた時計の針は今頃ちょうど動き出す。
けの持ち寄りドラマのようにうまくいかせよ僕らの青春命がけさ苦労も栄養飛び立つぞ世界は輝いて絞り出す青っぽい空は目覚めたら大丈夫なんだ
合宿の間、ニコニコ生放送を見てくださった皆さん、今日、稚内エキシビジョンに来てくださった皆さん、そして今、ニコニコ生放送で稚内エキシビジョンを見ている皆さん、応援ありがとうございました。私はギャングパレードの代表として一人で合宿に参加してきました。人とコミュニケーションが取るのが苦手だったり、あんまり喋ることが得意ではないので、結構不安というか、多分ずっと一人で頑張らなきゃいけないなって思ってたんですけど、実際合宿行ってみたら全然一人じゃなくて、
たくさんの人に支えてもらいながら合宿を終えることができました。あゆにちゃんやまゆやむろゆいなあやはなワックメンバーはワックを背負って自分のグループを背負ってきていて、ワックのみんなは上に目指し上に行きたいという強い気持ちを持ってきていて、候補者のみんなは自分の人生をかけた大事な戦いを私たちに頼ってくれたりもして、たくさんのスタッフさんはほぼ寝ずに私たちをサポートしてくれて、こうして来てくれてる皆さんや今見てくださっている皆さんはたくさん応援を飛ばしてくれて、そして何よりメンバーのみんなは毎日毎日たくさん連絡をくれて、たくさんの人が私たちに参加しているメンバーみんなにたくさんの愛や力をくれました。すごく頑張る糧になりました。ありがとうございました。このギャングパレードというグループは全員がいつも同じ方向を向いていて、常に全力で何事も諦めず、何事にも恐れず挑んで、バカみたいにまっすぐなグループです。そしてバカみたいにまっすぐだからこそ皆さんを幸せにできるグループです。私はそんなギャングパレードというグループが、ギャングパレードというグループを誇りに思っています。その誇りをこれから先も持ち続け、これから先もがむしゃらに進んでいって、皆さんにもっともっといっぱい笑顔とか愛とか希望とか勇気とかを与えれるグループにしていきます。なのでこれからもギャングパレードをよろしくお願いします。私はギャングパレードが大好きです。プラスティックスマーチ。Yeah.
Thank you.
I'm not afraid to die.
にお越しの皆さん、はじめまして、私たちフィッシュです。よろしくお願いします。はいはい、この合宿にフィッシュから私が参加したんですけど、なんか最初最後までやりきれるかってずっと怯えてたんですけど、なんか人生を犠牲にして合宿に参加してる候補生たちとか、体力と時間すごい使って合宿に関わってくださった人々の本気を目の当たりにして感銘を受けて、あとメンバーからのすごい優しい言葉もめっちゃ来て、なんかなんとかやりきれました。と、私の心の支えになっている方々の心の支えになれるように、 BiSH としてアユニディとしてこれからも音楽を通して恩返しし続けたいと思ってます。本当本気。Yeah.
私たちビッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました、メンバーの、ワック現役メンバーのライブどうだったでしょうか、これからですね、合格発表を、行いたいと思うんですが、ちょっとですね、緊張しすぎてですね、これノートに書いたんですけど、表紙にチンコ、裏表紙にマンコ、全然緊張は解けませんでした。というわけでですね、すいません、ちょっと改めて、今日来ていただいた皆さん、そして、ニコ生をご覧になっている皆さん、そして、息で、協力していただいた、島の皆さん、太鼓坊の宿の皆さん、そしてスタッフの皆さん、この、7日間ありがとうございました。もう間もなくで終わるんですけど、またやりたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい、それではですね、メンバーを呼び込みたいと思います。メンバーどうぞ。それではですね、まず、メンバーの、投票だったりポイントの、数で、ポイントが、最終参加メンバーの中で一番低かったメンバーを、解明という、罰ゲームがありましたので、そちらを先に発表したいと思います。じゃあ、最終残っていた、メンバー、前に出てもらっていいですか。じゃあ発表します。1位から発表します。1位、山町美希、ありがとうございます。109ポイント。2位、あゆに D、 99ポイント、ありがとうございます。3位、室パナコ、87ポイント。4位、ゆいなエンパイア、79ポイント。5位、うるうる、70ポイント。すみません、同率5位でした。マユエンパイア、70ポイント。7位、ナルハワールド、60ポイント。8位、アンズピア、48ポイント。というわけで、アンズピアが、改名させていただきます。アンズピアの、名前はですね、うんこ、嘘です。アンズピアの、改名は、あ、アンズピア、あ、アンズピアになりました。これすぐにツイッターに、あ、点アンズピアと、改名ください。はい、それでは戻っていいです。それでは、現在残っている候補の、4名を、お呼びしたいと思います。候補の方、書いてきてください。ま、前に立って、真ん中に、前に、なんとなく立ち位置を、はい、
それでは発表させていただきます。まずビッシュ、該当者なし、ですが、INED からお知らせです。ペドロ、INED のソロプロジェクトペドロは、EMI に移籍します。そして、今年の夏、ツアーおよびアルバムを出す予定になってます。皆様、楽しみにしていてください。はい、そして、ビス、該当者なし。そして、ギャングパレード、ワック、ナルハワールド、こちらのお披露目は、5月の26日日比谷野音にてお披露目となります。そしてエンパイア、寺山由布、寺山由布は4月の21日ニューエンパイアツアー福岡ドラムさんにて、お披露目をさせていただきます。はい、じゃあナルハギャングのところ行ってください。そして、ワック千と千尋の妹、お披露目時期は、現状未定とさせていただきます。後ほど詳細はお知らせします。そしてここで、一つお知らせをしなきゃいけないことがあります。ビスですが、メンバーからの、全員からの申し出により、解散したいという申し出がありました。そちら、僕ら事務所側も、受理しました。5月の11日赤坂ブリッツにて、ビスは解散します。今後所属は、基本的には、ワックとしては受けたいと思っているので、今後は話し合いを続け、今後の、予定に関しては話し合っていきたいと思っておりますので、後ほど詳細は、お知らせします。お葬式だ、ごめんなさい。そして、以上となるので申し訳ないですが、ドゥンドゥンと、パルナパッチンは、ステージから降りていただけるようにお願いします。そしてもう一つお知らせがあります。ビス、解散してしまうので、第3期ビスを、新結成します。そちらのオーディションを行いますので、そちらは改めてホームページを確認してください。以上です。じゃあ皆さん前に出ていただいて、これからワックをよろしくお願いしますみたいな雰囲気が全くできないんですけど、今すげえ喋りにくいと思うんですけど、アンズピアさんから一言ずつもらっていいですか、グループ。はい、はい、ワックのアンズピアです。このワック合同オーディション本当に6日間ありがとうございました。最初私はみんながいるから乗り越えられると思っていたけれど、日を重ねるごとにメンバーが帰ってしまって、とても複雑な気持ちになって、合宿で残っていて辛くなったことがありました。でも私も前に進みたかったし、もっと成長したいと思ったので、最後まで残って全力で自分のできることを尽くしました。ちょっと前のワックは
今合宿を乗り越えてきたワックと全然違って格別に今みんな自信であふれています。私も自信がつきました。これから私たちはどんなことでも乗り越えられると思うので、これからもワックの応援よろしくお願いします。はい、じゃあ眉エンパイア。はい、エンパイアの眉エンパイアです。エンパイア6人体制からついこの前5人体制になりまして、でもこの5人はすごく最強だったなって思います。そこにゆひちゃんが入ってくれてもっともっと強くなれると思うので、ニューエンパイアツアーお待ちしております。新しいエンパイア見逃さないでください。よろしくお願いします。はい、じゃあゆいな。はい、ゆいなエンパイアです。改めまして、この約1週間の合宿オーディションニコニコ生放送を見て応援してくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんの応援が毎日心強くて、信じて待ってくれていたメンバーやスタッフさん、そして皆さんのおかげで最後まで心折れずやりきることができました。ビズの解散が発表されましたが、5月11日のマイナミブリッツ赤坂まで、最後まで私たちは世界を変えることを諦めません。ビズのかっこいい曲で皆さんにパワーをお届けします。最後までビスをよろしくお願いします。はい、山口。はい、ギャングパレードの山口美希です。改めて、ニコニコ生放送を見てくださっていた皆さん、そして今日見てくださっている皆さん、来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。この合宿の中で私はナルハと、グループを何回も組ませていただいて、ナルハの努力をたくさん近くで見てきたので、間違いなくこの最強の9人のギャングパレードに新しい風を吹かしてくれると信じています。5月26日の日比谷野音ではもっともっと幸せをたくさん皆さんに与えられる新しい10人のギャングパレードをお見せするので、必ず遊びに来てください。これからもギャングパレードをよろしくお願いします。はい、ビジュのアユニディです。この5日間応援してくださった方々、見守ってくださった方々、ありがとうございました。私本当になんか合宿が不安で、正直最初行きたくなかったんですけど、なんか行ってみて WACK の他のグループのことあんま極力関わらなくて今まで、でも合宿で初めてちゃんと関わって、すごいなんか人間味にあふれてて、なんかこんな、なんか自分もすごいそれに感化されて、なんか合宿前よりすごい人間になれた気がします。そしてワックに合格した千と千尋の妹ちゃんはダンスパフォーマンス審査で何回も一緒のグループになったんですけど、なんか最初は結構不安げな顔してて、でどうやって教えたらいいのかとか、よく自分も教え方うまくなかったんで、ちょっと
まあ、頑張ったんですけど、なんか私以上にすごい理解するように頑張ってくれてて、で次の日までに覚えることとかすごいちゃんと覚えてて、毎日毎日すごい笑顔が増えてて、私はすごい嬉しかったです。ありがとうございました。はい、以上となります。 AWAC、7日間にわたる AWAC オーディション、そして AWAC エキシビジョン、合格者の発表まで終了しました。ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございました。また来年、そして、もっともっと AWAC が大きくなれるように、精進していきたいと思っておりますので、これからも AWAC をよろしくお願いします。皆さん今日まで本当にありがとうございました。これからも枠をよろしくお願いします。はい、外へ出てください。
から撮ります。しゃがんで、前の子たちしゃがんであげて、はい、もっと強い人は、あいのとき前に来て、ビシュビシュ前に来て、ここですか、この辺で、みんな見えるように顔出してね、はい、はい、長い長い、ワック、合同オーディション、もう、エキシビジョンまで終わり、最終になってます。今回、ワックに合格者の千と千尋の妹、そしてエンパイアに寺島ゆく、そして、ワックのナルハワールドがギャングパレードに加入しました。まあね、ちょっと暗い話題というか、ビスの解散も発表されましたけど、ここで止まってるわけにいかないので、これからも、ちょっとつ猛進で、ワックは進んでいきたいと思います。息全然埋まりませんでした、1000キャパが。とにかく1000キャパを埋めるまではちょっと息でやりたいなというふうに思っておりますので、毎年恒例にして、もう絶対にこの域にエキシビジョンに来たいと思わせられるような、オーディションにしたいと思っております。これからもワックよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今まで、何時間ですかね。150時間。総再生数が、はい、213万ぐらい、総来場者数213万人。そして時間にして150時間、皆様お付き合いいただき本当にありがとうございました。また会える日を楽しみにしてます。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。ももこさん、ももこさん、大丈夫、あきらジャンパルちゃんポーズ、ジャンパルちゃんポーズ、ありがとうございます。おめでとう。お願いします。ゆふちゃん、お願いします。お願いします。ありがとうございました。なんかちょっと、なんで怒ったの。怒ってない。ありがとうございました。バイバイ。